皆さんこんにちは、青木美沙子です。中国の国慶節の時にずっと中国にいたんですけど、その時の様子を Vlog 感覚で見ていただければと思います。こちらは中国のショッピングモールでの近くでやった蘇州という上海から新幹線で30分ぐらいの場所にあるところなんですけど、そこでやったイベントの様子の Vlog になります。エスカレーターを登っていくとイベント会場があるんですけど、ロリータファッションのイベントというよりもアニメとか漫画とかゲームといったイベントの中にロリータのファッションショーとか私のサイン会とかをやらせていただいています。結構なんか人が多かったので警備とかも厳しくって、なんか安全に守られながら入場させていただきました。こんな感じです。入り口もちゃんとセキュリティチェックがあったりして、結構安全は守られてる感じでしたね。警備員の方も一緒についてきてくれたので、こんな感じで通って、お店もいろんなお店があって、ゲームとか、まあ、アニメとかのお店が多いんだけど、一応ロリータショップもちょこちょこっとありました。掲示板があってちょっとびっくりしたんですけど、中に楽屋みたいなところに入ったんですけど、そこも見てみたら、私あの猫耳ヘッドホンのイメージキャラクターをやらせてもらってるんですけど、その大きなポスターがドドンとあって、それもちょっとびっくりして嬉しかったですね。中国のブランドなんですけど、この猫耳ヘッドホンおすすめです。結構目立ちますけど、なんか光ったりするのでかわいいです。こんな感じでドンと自分のポスターとかなかなかあることがないのでびっくりしました。私も挨拶をさせていただいたりはしました。結構なんかよくわかんないんですけど、中国語で挨拶をしました。こんにちは、青木美沙子です。今日はこちらに来れて非常に嬉しいですみたいな感じの中国語を話しました。あとは今は写真タイムですね。写真タイムが終わって、で拍手が起こりまして、で、終わりみたいな感じで降りると思います。見るか、あ、降りますね。こんな感じで、ファッションショーは終わりました。写真を撮りたいっていう方も多かったりするので、
私は写真は OK にしています。デザインが本当にダサいんですけど、昔から変わらずひらがなでみさこって書くサインをしています。ちょっとね、今更だけどサインを変えたい気持ちはあるんですけど、もう慣れちゃったのでこのサインのまま一生行きたいなと思います。こんな感じでいつも中国のイベントに参加させていただいています。いつも一連の流れはね、こんな感じが多いです。あとロリータのイベントはもう少しファッションショーが多かったりとか、お茶会があったりとかはするんですけど、中国のイベントはこういうものも多いです。こんな感じでいつも活動しています。いつもストーリーだったりとかで見れるとは思うんですけど、なかなか一連の流れは何やってるの？みさこちゃんみたいなことをよく言われることが多いので、こんな感じで私は中国のイベントで活動しております。そんな感じの今日は Vlog でした。あとはね、中華料理も食べたりしたんですけど、それはまた後日アップしたいと思います。ということで、私の YouTube、 ゆるゆる YouTube ですけど、これからもぜひ見ていただければと思います。あ、こんな感じでね、男性ファンもちょこちょこたまーにいるんですよね。はい、ありがとうございました。青木みさこでした。バイバーイ。